こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、今日もですね、はい、サトジャンディ。サトジャンディ。アジアの目的。なんかハマっちゃってるんで。綺麗な目元とか。いや、目元いいでしょう。いや、なんか、ジャニーズとか似てもおかしくない。いや、そうは言い過ぎだよね。歌いますよ。こんな太ったジャニーズいないから。腹が出た。10年ぐらい前に遡れば。アイドルじゃん。嵐、いやいやいや。ペットでしょ。アイドルじゃなくてペットみたいな感じでしょ。これ下が見せられないのが、ちょっと見せなくてよかったかなと思うんですけど。ペット大丈夫ですか。ちゃんとあのお世話してくれます。なんかさ、すよ、可愛らしい。千と千尋に出てきそうな感じだよ。どこですか。お父さん役。お父さん役。それもむしゃくしゃ食ってるやつでしょ。いや違うんですよ。今日は、今日は実は里崎さんが、豊さんにちょっと聞きたいことがあるということでいらっしゃってくださったんです。いいね。はい、何でも知ってそうだけどね。いやいや、僕はもう、その、アマチュア時代、すごい楽しみにしてた、なんかパラダイスみたいなことが、あるんだなってプロ野球界に思ってたんですよ。で、それで、入団したら、そこに一回も味わわなかったんですけど、あれ何だったんやろっていうのが聞きたいんですけど。何オーバーホールって、今この時期、オフの期間、プロ野球、昔、なんか、なかったですか僕、プロ野球ですとか、なんか温泉とかでガッハーと使って、なんか酒飲んで、なんか楽しそうな、酒は飲んでたな。楽しそうな、なんか、あの、オフのプロ野球界のパラダイスイベント。あれ、なんか最近聞かないですよね。まあ、だから、レギュラーとか、そういうオーバーホールに行かすという、まあ、温泉地とかね。で、トレーナーも全部行って、トレーナーも来るんですか。もう。いや、毎日1回は必ずマッサージ全員受けなきゃいけない。その代わり何時でもいいわけ、はい、だからまあ佐藤が見たのはまあ温泉のこう、はい、読み手がとしてる昭和の時、昭和平成の初期ですよね。そうだね。いやその時は静岡の下田あめっちゃいいとこです。温泉の方に伊豆でしょ。そうそうそう。で使ったホテルが東急リゾートだったかな、はい、そこに8人ぐらいで行った、はい、もう朝は起きたらゴルフ、はい、球団持ちでただっすか。ただただ、いや行ったら全部ただなんだよ。あ、食べ物も何もかも、うん、何もかもそりゃそうだよ。球団がの主催だから。じゃあおげすじゃ財布いらないんですか。いらない。いやそれでまあゴルフやって帰るの、まあトレーナーも一緒にまあゴルフ付き合ってくれて、だからマッサージをしてくれる、もう順番でね、で2人ぐらい来てたかな、トレーナーが。だからまあ受け持ちは4人ずつぐらいでやってもらって、じゃあ夕方になったら飯食いに行った、はいはい、じゃあ今日鉄板にしようって、はい、お肉は何しますか、はい、何頼んでもいいからさ。え、お肉も鉄板食べてただなんですか。ただただ。で飲み物も食べ、え、なんすかそのパラダイスみたいな。いやいや、だからワインとかも、え、酒もただですか。ただ、全部ただだ。え、それ、何日ぐらい行くんですか。まあ、1週間ぐらいかな。十分でしょ。え、じゃあ毎日その繰り返しなんですか。毎日来るぐらい。だって優勝してないの。優勝旅行みたいな。いやいやいや、そう、いや、やっぱりオーバーホールだから、やっぱ顔、体のメンテ、これを入れながら。メンテしてます。どこでメンテしてるんですか。どこでメンテです。なんかマッサージが1箇所ぐらいしか出てこない。いや、あとは温泉に入り、まあ他の人たちがいるんじゃない、一般のお客で、新婚旅行、下田に新婚旅行行くっていうのは、我々の時期もなんか海外行けよとかそう思うじゃない、何かあったのかなって、何か節約してんのかなと思うじゃない。だからこうお肉をご馳走してあげたりとかさ、ちょっとシャンパン持ってきてとか言って、はあ、じゃあお祝いで飲めよって。でもそれ全部球団が。いやそんなんで、だから球団がびっくりして、はあ、お前ら何食ってた言うて、はあ、お前何飲んでんだよみたいな。そうなりますよね。怒られて、はあ、で一回配信になったんだけど、はあ、である時またその長崎の小浜っていうところがあって、はあはあ、まあここも温泉街なんだけど、はあはあ、まあなんかオーバーホールじゃないな、その時は精神修行みたいな、なんかそういうのもあったんですよ。精神修行。いや滝とか当たるんですか。いや滝じゃないんだけどさ、朝5時頃起きて、1時間ぐらい散歩するんだよ。で長崎の小浜って真っ暗だから街灯もない、星が綺麗なんだよ、心を洗えっていうような感じだった、でそのクリスマス前に行ったからミサかなんかに呼ばれて、みんななんかこう神父さんっていう、はい、こうなんかパン、あ、そうです、そうです、ポンと入れられてみたいな、でこうやってミサにこうやってみんなと参加して、そういうこともあった。へえ。いろいろなんかオフの行事っていうのは結構詰まってた。キャンプしてないんですか秋。
いや、キャンプが終わった後、そこはそこは。それは。で、温泉街。はい。え、じゃあ、それ、どの球団もやってたんですか？じゃあ、ロッテも、いや、わかんないですよ。僕、テレビでしか見てないから、はい、もう、パラダイス行きたいなと思ってたんですけど、はい、僕は現役中、一回もそんな、なんか、オーバーホールっていう、おの字も聞いたことなかったです。なんか、たまに広島が、たまに、はい、なんか、やってんなっていうのは見たことあるんですけど。いや、セ・リーグがね、結構あったの。で、中日は、伊勢。うん、おー、伊勢。伊勢、一緒がいいじゃないですか。とか、うん、まあ、広島は湯布院でしょ。うん、巨人はもうどっか行ってたと思う。熱海とかじゃないですか、あの後楽園のホテルあるから。そんな簡単に済ますそんな。でも熱海も大きいんですよ。熱海は、あれは農会で使うじゃん。みんなで。オーバーホールも行っちゃうんじゃないですか、まあ行くかもわからんけど、俺らはなんか下田とか、うん、なんかちょっと点々とした、ね。でもあんまり球団は金がかかるんで、廃止みたいな。すぐ。それ全選手が自由参加なんですか？いや、13号じゃないよ。やっぱ活躍した選手じゃないと。スーパースターだけですか、じゃあ、いけるのは。まあ、スーパースターっていうか、まあ、そのチームの、まあ、ピッチャーで言えば、まあ、3、4名。で、野手で言えば、レギュラーで、大体フル出たような人。ゆうたかさんも初めて選ばれた時嬉しかったですか？いや、嬉しかったけど、ちょっとめんどくさいなって、1週間取られるわけじゃない、時間が。でも、だって、ゴルフ三昧でしょ。ゴルフ三昧だけど、いや、想像がつかなかったよ。うん、でも、行ったら行ったで、楽しくなっちゃって。うん、もう肉は食い放題、はい、シャンパン飲み放題みたいな。でもそれまた頑張ろうと思って頑張りますよね。頑張ろうと思うでしょ、ええ、で翌年、うん、もう頑張ったんだよ、うん、そしたらいやもう今年はないよって、うん、なんでって言ったらいやお前らあんなにお前使って1週間でこんなに使うやつ いないよみたいな。多分ね4桁ぐらい言ってたんちゃう。そんな。だからホテル代も入れて全部入れて、いやまあめちゃくちゃだったもん食ったのは。すごい。だって朝昼晩食うんですもんね。うん。ね、松阪牛とか、最高の牛を、だから一人500とか食うじゃない、あの当時って。で、8人で行ったら、いくつよ？ 4 キロ。うわそうそう、4キロっすね。4キロ、4キロお前毎日食ってみ。もう相当な金になるから。まあでも1000万は大げさか。でもそれでもワインとかバンバン飲んでたら。いや、ワインもね、確かね、バカみたいなの抜いたやつがいるんだよ。だって8人で行って1日100万使ったらもう700万ですからね、その飲食代だけで。そっか、それプラスゴルフ代だったり。ゴルフ代だったり。ゴルフ代は高いし、れてるじゃん。プレ、でもプレ毎日してたんですか？いや、でもホテルと提携してるようなゴルフ場だったら1万ぐらいじゃない。じゃあ、見けた後半とか。行ってたな。500は100パー行ってましたね。500は100。うん、それが1週間で、うん、羨ましいっすね。いや、羨ましいっていうか、俺も初めてのことだから、何してもいいからって、とりあえず、もうマッサージだけ毎日受けろと。わ、うん、かりました。そしたら何でもするよね。飛ばすもんね。だってやんちゃなやつが揃ってるわけだからさ、そら飯よ、めちゃくちゃうまかった。もう飽きちゃった、最後。でも仕事だから、仕事だからちょっと行ってるから、ちょっと夜は外行けないっすね。あ、そう、外はいけない。外はもう行く気にもならなかった。うん、もうホテルで完結するから。うん、あ、じゃあちょっと飲みに行こうもしなくていいってことですもんね。だから外でお金払って持ってないですよ。中だったらただなんだから。もうただだと思ったらね、なんでもただ。だから女の子がいないだけだよね。あ、まあそうですよね。まあでも仲のいいなあチームメイトで行くわけだから、うん、わー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 もう大騒ぎだ、どんちゃん騒ぎだ。毎日お祭りだから。一週間。最高っすね。それオーバーホールできてる。いやだから帰ったら疲れちゃう。オーバーワン。飲みすぎだね。オーバーワンですね。飲みすぎて食いすぎて、うん、太っちゃってるみたいな。いやでもめっちゃ羨ましいですね。いいですね。いやでもそういう時代があったね。じゃあ豊さんチャンネルでオーバーホール行きますよ。あ、いいですね。いいですよね。どこがいいですか。え、国内じゃないとダメなんですか。いいですよ、海外でも。海外でもいいですか。いや今海外の方が安い時あるからね。ですか、うん、あ、じゃあなんかハワイとかあったかいところで。そうですね。じゃあオーバーホール。ちょっと1時間の疲れね。豊さんチャンネルでね。はい、だから、旅費、うん、飲み食い。はい、だから財布いらないんですよね。ホテルの中でいれば。そう、だからパスポート財布。大丈夫ですよね。お前はやばい。やばい。やばいでしょ。いいじゃないですか。モアナサーフライダーのスイート。ああ、いいですね。いいですね。はいはいはい。で、1日だったら熱海ぐらいだと熱海熱海熱海車で。1日1週間いらないだろお前。いやいや、きついぞお前。なんできつい。いやいや、食うのもきつくなるから。いやいや、でもただでゴルフもただでしょ。いいじゃないですか。ねえ。1日だな。1日？
最近ちょっと豊さん弱気になってますね。そうなんですよ。ちょっと待って、そこ弱気とかな。最近、なんかコンビニ挟んだんですよ。はい、なんか豊さんが最近ちょっと弱気になってるっていう。そう、会うたびにどんどん弱気になってて、なんかちっちゃくなっていってるんですよ、どん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 。今の発言もね、なんか豊さんっぽくないですよね。なんか小声で一日、あ、パトニーみたいな。震えてきてるんで。下田より近づいてきてるしね。そうですよね。はい。箱根とかなんですよ。箱根箱根でもいいんじゃないほら。だって、下田の先って言ったらもうハワイしかないんですよ。そうですよ。いやいや、方向が違うから。いやいやいや、こっちだから。だってなんか一説によると下田はハワイから動いてきたっていう説があるんですからね。そうですよね。島ごと移動してきたっていう噂もあります。噂もある。そう、あの火山でできたっていうね。そう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 。はい、でそれでドッキングしたから、若干伊豆はなんか違う植物が咲いてるっていう噂があるんですよね。そう、ハイビスカスとかね。はい、あれこれ都市伝説か。じゃあこれはあのぜひあのまた都市伝説の方で。そうですね。あの行けるかどうか。話が。とりあえずあれですね、うん。ハワイ行ってから考えましょうか。そうだね。そうですね。ハワイ行ってから。そうだなって言いました今。強気になってまあでもオーバーホールしたいですね。そうですね、はい、まあまあ、 あの忘年会ぐらいやろうよ。はいはい弱気